どうもこうです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回もですね、引き続き車の話をさせていただきたいと思います。前回の動画でお話しさせていただきました2代目535なんですけれども、納車予定日が4月上旬となっておりまして、今現在ねまだ手元には届いていませんけどね、カタログやホームページなどをね毎日毎日ね穴が開くほど見てるんで、キャラバンについてねめちゃくちゃ詳しくなってきてるんですよ。せっかくねキャラバンについてこれだけ調べてるんやから、これは動画撮っとかなあかんなっていうことで、今回はカタログやこのホームページをね見ながら皆さんとねキャラバンを語る会を開催したいと思います。さて皆さん、何のこっちゃと思うかもしれませんが、この動画ね見終わった頃にはキャラバンね欲しくなってると思いますんで、今のうちに貯金下ろしといてください。今回お話しするキャラバンはですね、2021年10月にガソリン車先行でビッグマイナーチェンジされたモデルとなっております。発注したのが2022年1月になりますので、ビッグマイナーチェンジのちょっと後になりますね。このビッグマイナーチェンジ後に、今までの MV350 キャラバンという社名からキャラバンという風に社名が変更となりました。変更理由なんですが、 MV350 キャラバンよりもキャラバンの方がみんな馴染みがあるということですね。私もですね昔からキャラバンの方が馴染みがあります。ちなみにキャラバンとはペルシャ語のカールバーンが由来となっておりまして、隊列を組んで砂漠を歩く商人のことらしいです。知らんけど。私が選んだのは 2000cc ガソリンの 2WD で、標準幅標準ルーフのモデルです。グレードはグランドプレミアム GX となってまして、車両本体価格は319万2200円となってます。今回私が選んだオプションなんですが、ボディカラー新色のピュアホワイトパールに 100V 電源が使えるマルチアウトレット、マットやバイザーなどがセットになっているベーシックパックに、自動格納ドアミラーと ETC とオリジナルナビです。それではまず外回りの方からいきます。ボディサイズは全長 4695mm、 全幅 1695mm、 全高 1990mm と、背は高いけど横幅や長さはミニバンサイズとなってまして、狭い道でもねなんとか取り回しできるサイズだと思います。今回のマイナーチェンジでフロントマスクが変更になりまして、より力強い印象となります。以前のキャラバンは V モーショングリルと呼ばれるグリルが付いてたみたいなんですけれども、今回からはインターロックグリルとなり、荷物をねこうがっちり抱え込むようなイメージとなっております。なかなかワイルドなねフロントでかっこいいですね。またグランドプレミアム GX はメッキの部分がダーククロームになってまして、通常のメッキよりもね大人っぽい雰囲気に仕上がっています。バンパーのデザインもね新しくなって、ホグランプ周りこれもね変更されてます。そして新しい日産のエンブレムはシンプルで、新しいねグリルのデザインにもマッチしています。サイドとリアはマイナーチェンジ前のキャラバンと変更はないみたいなんですが、全方位運転支援システムなどがついて安全システムが充実しました。内装の一番のポイントはシートです。これは試乗した時に驚いたんですけれども、乗り心地がもう乗用車そのものでした。この新しいシートはですね、スパイナルサポート機能付きシートと呼ばれてまして、長距離でもね疲れにくい姿勢が自然と取れる形状となってるらしいです。またね体重がかかるシートの下の部分なんですけれども、そこが2層ウレタン構造となってまして、これのおかげで商用バン特有の走行時の突き上げるような感覚、これを吸収してくれるみたいです。この他にもね、荷室にいっぱい荷物を積んだ時であったりとか、車中泊用にね棚とか作ってしまった時にね、後方のね視界が見えなくなるっていうことを防いでくれるインテリジェントルームミラーも搭載されてます。ステアリングはね、日産の乗用車でも採用されています D 型ステアリングを採用してます。これにより乗り降りのね時の足とハンドルの間とかがねちょっと広くなって乗り降りしやすくなってるみたいです。ちなみにステアリングやシート、あとシフトノブといったね普段よく触るところは抗菌仕様となってます。あと大きな変更としまして、5速 AT から7速の AT に変更になってます。それによって燃費が良くなったり、室内の静粛性これも向上しているみたいです。後部座席にももちろんクーラーヒーターついてます。なので5人乗車の場合も快適に過ごすことができます。そしてキャラバンの特徴でもあります分割式のセカンドシート、こちらもねマイナーチェンジ後しっかりと引き継がれております。左右5対5で分割してねリクライニングしたり格納したりできるのは、乗車パターンやね荷物の積み込み方法など可能性が広がります。また助手席側のスライドドアはパワースライドドアにすることはできるんですけれども、パワースライドドアにしてしまうと、あの小窓ね、ちっちゃい窓、換気用の窓がなくなってしまうので、今回私はつけませんでした。パワースライドドアねつけてなくても、両側スライドドアと後ろのハッチバックについてはオートクロージャーがついてますんで、ある程度まで閉めればあとは電動で最後まで閉めてくれるんで、そんなにストレスを感じることはないと思います。
キャラバンのメインといっても過言ではない荷室なんですが、小型貨物車4ナンバークラスナンバーワンの荷室の広さは最大荷室上3050ミリ、最大荷室高は1325ミリ、最大荷室幅1520ミリと広い荷室になっています。それによってね、普通に荷物を積むだけではなく、自転車やバイクの運搬や車中泊などにもね、大活躍間違いなしと思います。また荷室にはラゲッジユーティリティナットというカスタム用のナット穴がついてあるんですけれども、そこにはね、専用のサイドバーやラゲッジフックで天井に収納を作ったり棚を作ったりして内装をカスタムすることも可能です。はい、というわけで簡単ではありますが、今回カタログやホームページを見ながらキャラバンを語ろうの会開催してみました。いかがでしょうか。皆様もうそろそろ注文したくなった方いらっしゃいましたらね、日産の方のホームページでポチってみてください。そして納車までの時間、一緒に私とワクワクしましょう。というわけで今回は、外装や内装に焦点を当ててお話しさせていただきました。実際走ってみてどうやとか、ほんまに車中泊できるんかとかいうのは車が届いてからまたねレポートできればと思います。はい、というわけで今回もまたこの長々と話してるだけの動画、最後までお付き合いいただきました皆様方ありがとうございました。この動画を見て、いや一応どないしてくれねえ、キャラバン欲しなって貯金ほんまに下ろしてもうたわっていう人いらっしゃいましたら、グッドボタン、喋ってばっかりやのうて早いとこキャラバン見せてくれよっていう方いらっしゃいましたらね、こちらはチャンネル登録の方もしっかりよろしくお願いいたします。それでは次こそキャラバンを目の前にしてお話しできる動画でお会いいたしましょう。ご参考 MB5 でした。